ペナントレースで熱戦を繰り広げるジャイアンツ。そんなジャイアンツを応援すればするほどポイントがたまり、一定のポイントに到達するとプレゼントがもらえるジャイアンツクラブジープをご存知ですか？観戦に行った試合でジャイアンツの選手がヒットを打つたびに、ピッチャーが三振を取るたびに、どんどんポイントが増えるジーポの仕組みをご紹介します。ジャイアンツの公式ファンクラブクラブジーポには、特典がたくさんのプライムメンバー、ジュニアメンバーと、どなたでも無料で気軽に入会できる、エンジョイメンバーがあります。で、今日は一番気軽にどなたでもですね、無料に入会できるエンジョイメンバーをご紹介します。会員登録は東京ドームの入会カウンターのほか、クラブジーポのパソコンサイト、携帯サイトなどから申し込むことができます。入会カウンターで登録する場合、申し込み用紙に必要事項を書き込んでいただくだけで、その場でカードを発行しますので、入会した当日からポイントを貯めてクラブジープを楽しんでいただくことができます。東京ドーム内の22番ゲート、25番ゲートなど7カ所にエントリーチェッカー、このような機械がですね、用意されています。観戦にいらした際には、このようにクラブジープのカードの裏面を機械にかざしていただいて、ピッピーンと音が鳴ったら完了です。今年からジャイアンツでは東京ドーム以外の地方での試合でもこのエントリーチェッカー持っていってますので、各球場でこの場所をお問い合わせください。ポイントの対象となるのはジャイアンツの主催試合。ジャイアンツの選手の活躍に応じてもらえるポイントが増えていきます。ヒットを打てば1ポイント、1得点ごとに2ポイント、ホームランが飛び出せば3ポイントが追加されます。またピッチャーの奪三振で1ポイント、ダブルプレーの完成で2ポイントと、守備中もポイントがつくので応援の手を休めることはできません。最後にチームが勝てばさらに20ポイント。応援する気持ちがより一層高まりませんか？その日の試合でどれくらいポイントがたまったか、また自分が今何ポイント持っているのかは、クラブジーポのホームページで確認することができます。ポイントに応じてピンバッジなどのオリジナルグッズや内野席ペアチケットなどがプレゼントされます。抽選でこんな豪華なプレゼントも。こちらは東京ドームのスイートルーム、普段は入れないVIP席にご招待です。バルコニーからの眺めは抜群、応援にもますます力が入ります。招待された方たちにお話を伺ってみました。そうですね、いつも外野席ばっかりなんですけど、まあ、内野席、このバックネット裏っていうのは初めてで、すごい全体が見えて、これから楽しみですね。試合、まあ、負けてても勝ってても終盤になっても、あ、ヒット打ったらポイントだと、まあ、あるのでいいですね。去年は東京ドームは全試合来てました。勝ったらポイントがいっぱいつくし、いろいろグッズも手に入るので、自分の買えない、それがすごい楽しみです。普段こうスタンドでこう一生懸命ガーッてこう応援してる方なんで、ちょっとまた雰囲気が違って、これはまたいいかなって感じですね。今日はちょっとホームランとかヒット数とか出て、あ、ちょっと今日はポイント期待できるねみたいな、なんか思ったりしました。球場に来る新しい楽しみがまた一つ増えたなっていう感じで、すごく嬉しいですね。会員の特典はプレゼントだけではありません。試合の前後などにグラウンド上で行われるアフターゲームツアーなどのイベントに抽選で参加するチャンスがあります。また1年間で最も多くポイントを獲得した方には、11月に行われるファンフェスタで監督から直接大きなチャンピオンフラッグをですね、贈呈します。もしジャイアンツが日本一を奪回することになれば、ポイント獲得上位の方から抽選で20名様に、優勝パレードですね、優勝パレードに一緒に加わっていただきます。そんな夢の企画もある、特典満載のクラブジープになっています。ファンの皆様、これからジャイアンツを熱く応援してたくさんポイントを貯めてください。東京ドームでお待ちしています。ご不明の点はご覧のジャイアンツクラブジーポ事務局までお気軽にお問い合わせください。